CBC Radio。 わしが源氏長者徳川家康、陣が伝え東馬、我ら名古屋おもてなし部招待、はぁいや東馬屋は、今日は何の話じゃ。は、本日は戦国武将様自らが戦国時代の初めから終わりまでを90分で物語る、お、もののふ語りにございまする。おじゃな。こちらは、盾あり、芝居あり、ダンスあり、太鼓ありの戦国エンターテイメントでございます。うん。なんと2018年1月4日、名古屋市芸術創造センターにて開催が決定いたしました。いやー、めでたい。はい。そこで本日は腕試しというのもおこがましゅうございますけども、うん、武将様方はどれぐらい戦国の世のことを語れるのかと、もののふ語りでございますか。まあそこそこ知っておるしの、はい、この題目にあるもののふ語りは、はい、もののふが語ると書く、もののふの頂点を極めた征夷大将軍、源氏長者のわしは、なかなか参ると思うぞ。お、さようでございますか。ではその腕をですな、この視聴者の皆様にぜひともお見せしていただきたいと思いますので、わかろう。本日はこんなものを用意しました。ドドン、戦国の世のすべて。いやー、というわけでですね、こちらの中にはですね、戦国時代に関する様々な言葉や出来事が入っておりまする、うん、難しすぎたらわし言えんかもしれんてな。そこは源氏の長者でございますのでお願いいたします。そう、返し刀できたな。よし。はい、この中から1枚引いていただいて、その言葉を30秒で解説していただきまする。題して、30秒でわかる戦国。うん。ということでございます。良い企画を立案したな。はい。こちらもぜひともバシッと決めて、ぜひとも足を運んでいただこうということ。そうじゃな。はい。よし、これは成功させたいと思うぞ。もう引いてもいいのか。はい、ではお引きいただいて、こちら見せていただいたらすぐに始まります。わしはこれを選んだ。これを開けばよかったな。はい、お開きください。うん。これは2枚になってます。あ、2枚になってます。パスマじゃあこれ、はい、1枚こちら。これどちらが表じゃ。こちらでよろしくお願いします。では参りましょう。せーの、ドドン。なんじゃ、太閤検地。それでは早速参りましょう。30秒でわかる戦国、太閤検地、始め。太閤検地というのは、日の本には約1500万人ほどの人が住んでおった。しかしながら米が人どころに集まりすぎて、皆に上手に分配されん、という太閤殿下の、まあ、心配があり、皆が平等に食べられるようにと、まずはどの畑でどれぐらい作物が取れるかというのを測り、皆の平和を保った。さすがでございます。ちょっと拙者足りんかなと思ったんですけども、さすが将軍様。いや、30秒ぴったりに合わせてまいりましょう。将軍ではなく、はい、太閤ではないか。はい。これは、太閤という役職は将軍の上にある名誉職であり、ほうほうほう、わしがこのことを説明させていただけるというのは嬉しきことじゃな。お見事でございました。この政策は見事であった。はい。うん。いや、家康様の解説がお見事でございました。いや、秀吉殿、解説うまくいきましたぞ。以上、30秒でわかる戦国でございました。皆様、当日足をぜひともお運びくださいませ。では、来たる1月4日に向け、もののふ語り2018、いざ出陣。おー